皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はですね、私の受注中のアイテムのしまみさんになすコラボのカチューシャやヘッドドレスなどなどを使ったヘアアレンジ、めちゃくちゃ超簡単なヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。結構普段もよくやってるヘアアレンジなんですけれども、めちゃくちゃ簡単なのでご紹介していきます。それではレッツゴー。ではですね、まずカチューシャを使ったヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。はい、今回カチューシャはこちらのリボンタイプのが白と黒と、あとこちらのね、バラモチーフがついたものと、こちら3つ出させていただいていて、11月の17日の日曜日23時までの受注予約受付になっております。はい、ということでちょっとね、簡単なアレンジをご紹介していくんですけれども、まずゴムは2つ準備したいと思います。こういう100均で大量に売ってるゴムですね、を2つ用意します。よくやっているのが、私ドーナツヘアというものをよくやっているんですけれども、なんかこのドーナツヘアからいろんなアレンジができることが最近判明したので、まずはその七変化というか、まあ7つできるかはわからないんですけど、まず本当に両方分けて三つ編みにするんですけど、今回こう毛先だけ三つ編みアレンジではなくて、こう上げたりするので、もう巻いてはいるんですけど、もうギリギリまで三つ編みをしていった方がまとまりやすいので、本当ギリギリまでできるところまで三つ編みをします。もうこのぐらいまでですね、私は。で、ゴムで留めていきます。本当毛先がこのぐらいしか出ないみたいな感じですね、このぐらい。はい、です。で、こっち両サイドやっていきます。もうね、三つ編みアレンジは正直髪の毛先とか巻かなくてもいいですし、あとは雨の日とかでも巻いちゃうとね、どうしても雨の日は湿気に負けてしまうことが多いと思うんですけど、三つ編みアレンジは本当に雨の日とか強風の日、すごい風が強い日とか、あと寝坊した日はめちゃくちゃ楽ですね。髪の毛巻くのってやっぱり私も慣れているんですけど、結構やっぱ時間がかかるので、もう髪の毛アレンジしちゃった方が早いっていう時は、もう三つ編みアレンジ、私はもうこういう風にアレンジして出かけるのが一番早い時短かなと思います。のでおすすめなアレンジなんですけど、まず下の方まで三つ編みをやっていきます。はい、こんな感じで三つ編みができまして、これを、まあ、いつもやっているのがこういう風に上げるドーナツヘアっていうやつなんですけど、これはね、本当に耳の後ろにこう上げてピンでこう留めるだけ、めちゃくちゃ簡単です。これは本当によく私もやっているアレンジ方法なんですけど、で、だいたい等間隔にやって、で、ピンで留めます。ピンはね、何個かで留めた方がいいと思うので、ちょっと今はそんなに留めてないんですけど、こんな感じで、留めます。それで、ちょっとリボンの方ですね。まず、白。これをね、この後ろ側に来た方が可愛いので、こんな感じです。こう耳をね、こう出すと、ピアス、今回のね、出させていただいているピアスとかもすごく見えて、なんかヘアアレンジした時に、こう耳が出るようなアップスタイルだと、結構ピアスとかつけていただくと可愛いかなと思うので、こうおすすめなんですけど、こんな感じが、まあよくやってるヘアアレンジ。これは本当、3分でできるかなっていう感じです。慣れればね、本当に三つ編みしてあげるだけっていう感じなので、めちゃくちゃ簡単です。ヘッドドレスも出させていただいているんですね、クリップタイプの。これでもすごい可愛かったので、これは本当にこうカチッカチッとするだけのヘッドドレス、これだけなんで、カチューシャと合わせていただいても可愛いですし、こういうヘッドドレスのに合う髪型としてもめちゃくちゃ可愛いので、このね、髪型でぜひこのヘッドドレスバージョンもやっていただければと思います。これはね、私よくやるドーナツアレンジになっております。最近こういうね、チュロスみたいな、こういう感じのチュロスヘアみたいなのも
結構流行っているみたいで、まあ、上に上げるのが私のよくやっているやつなんですけど、この辺でゴムで留めるだけのものになります。ゴムを使っていくんですけど、これを、まあ、こういう風に束ねて真ん中のところでこう留めますね。だいたい20ぐらいで私は止まるかな、こんな感じで。でちょっとこうこんな感じになる感じで、この辺に出てるものはピンとかで留めていただければ、こういうチュロス、あのミスドのチュロスみたいな感じだと思うんですけど、チュロスヘアですね。こっちも同じようにこういう風になって、まあ、チュロス型になるんですけど、これをここの部分をまあゴムで留めるだけ。はい、こんな感じです。これがまあチュロスの形になっていると思うんですけれども、これで、カチューシャをこういう風にしていただいて、こう下にねこうあるって感じですかね。なんか上にある方も可愛いんですけど、こんな感じで下にあるのもめちゃくちゃ可愛いので、これでカチューシャをしていただいたりとか、こんな感じでカチューシャをしていただいたりとか、今回ね、こういうシンプルなカチューシャも出ているので、これでこうカチューシャをしたりとかしても可愛いですし、あとはちょっとね、この辺とかが結構、まあピンで留めれば問題はないんですけど、ちょっとやっぱりこう縫い目というか、こう重なってる部分がなんか隠したいなっていう時があると思うんで、こちらです。こちらのベッチンのこのバラのクリップタイプですね。こっち側がクリップになってるんですけど、これをここのところにカシッとつけます。それだけでも全然こう縫い目がこの見せたくないところを見せなくていいみたいなのがあるので、まあ、こんな感じで使っていただいても可愛いかなと思います。ちょっとこの辺のゴム隠しじゃないですけど、こういう風な髪型もできます。こういう風にね、髪の毛をこう下ろして、まあ、三つ編みにしていただいて、こちらのクリップでこの部分のゴム隠しというか、こういう風に、こういう風に留めていただいても可愛いと思うので、こんな感じでね、こう、三つ編みの先とかツインテールの先とかにつけていただくのも可愛いと思います。この三つ編みの状態から、またゴムを2個使いたいと思うんですけど、今度はね、三つ編みを1回、2回、私の髪の長さだと3回くらい折る感じですかね。こんな感じに折って、でゴムでこう留めていく、こんな感じですね。そうするとこうお団子ができるんですよね。これも1回、2回、まあ、これは髪の毛の長さによるので何回折るかっていうのは分かんないんですけど、まあ、折っていただいて、でゴムでこう軽く留める。はい、こんな感じになります。もう本当にゴムで留めただけっていう感じのお団子ヘアになるんですけど、これで例えばカチューシャこんな感じでつけていただいてもめちゃくちゃ可愛いですよね。首周りがすっきりして結構アップスタイル可愛いなと思うんですけど、あとはこちらのねピンクのヘッドドレス、これをねつけても可愛いんですよ。こういう感じでね、はい、こんな感じでつけていただいても可愛いので、なんか三つ編みでこうほんとドーナツヘア、チュロスヘア、お団子ヘアまでできちゃうっていうのはかなり優れものかなと思うので、それに合わせてヘッドドレスとか、もちろんねストレートヘアとかこう髪の毛を巻いた状態でただつけるだけもめちゃくちゃ可愛いんですけど、こういうつけ方もできるよっていう感じのヘアアレンジです。はい、続いてはですね、こういうね髪の毛シュシュみたいなのがアマゾンで結構1000円以下くらいで売ってるんですよね。こういう風になっていて、ゴムになっているタイプのシュシュなんですけど、こんな感じで、これをこう頭にポンポンってこうつけて、ちょっとクマちゃんヘアもこのままの状態からやっていきたいと思います。これは本当になんだろう私もアマゾンで買いましたので、アマゾンでこう髪の毛シュシュみたいな感じで検索すると出てきます。めちゃくちゃ安いです。
で、今回はですね、この辺にこういう風に土台を作って、ここにこう留めて、ゴムでね、こう留めて、で、ピンで留めます。結構適当で大丈夫なんですけど、こんな感じで団子を作っていただいて、で、このお団子シュシュですね。こんな感じになってるシュシュなんですけど、これを、こことここ、内側と、あと、こっち側。こんな感じで、ちょっとつけることができます。それで、カチューシャを。はい、こんな感じで。つけると、ちょっとクマちゃんヘアみたいな感じで、することができまーす。めちゃくちゃ簡単で、めちゃくちゃ可愛いですよね、これ。すごいボリュームも出るので髪の毛が、私はね髪の毛多いタイプなんですけど、髪の毛がもしかしたらちょっと少なめっていうタイプの方だと、こういう髪型とかはすごく簡単にできて、すごくゴージャスなのでとっても可愛いと思いますし、はい、ということで、いろいろと簡単ヘアアレンジ、まあ主に三つ編み中心のヘアアレンジをしてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。ぜひね、今回の受注アイテムを使っていただいて、ヘアアレンジとかもしていただければと思います。今回のこちらの島村さんに那須さんコラボとの受注は、11月の17日の日曜日23時までになっているので、皆様ご注意ください。それでは、バイバーイ。